皆さんこんにちは、アパレルバイヤーのゆうこです。今日はインスタでリクエストをいただいていた毎日のメイク動画やっていきたいと思います。美魔女っていうより大人可愛く見られたい、そんなメイクを日々研究中なんですが、まあそのね成果が出ているかどうかは分かりませんが、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではスタート。はい、すっぴんです。どこ見たらいいんだろう。なんかね、もうここにね乾パンが出てきて、あと、まあ、リオネットラインとか、もうねくすみと色素沈着が結構、ほんと50代だから、あ、やだやだ、しょうがないですね。もうね本当に今の状態は、顔を洗ってスキンケアまで済ませて、眉毛には眉ティントをしております。コマネチ眉ティントはこちらのフジコ、見えない、フジコ眉ティントショコラブラウン。そしたらまずティントを剥がしちゃいます。こういうねブラシでこすればすぐにね剥がれちゃうね、簡単。そしたら下地なしでいきなりファンデーションに行きます。ファンデーションはこちら、スピケアの V3 エキサイティングファンデーション。これも最近ね SNS ですごい話題で、私もねこれぐらいから使い始めたんですけど、この中にね3000本の針が入っていて、日中に肌にね潤いを与えてくれるらしいんですけど、ここをワンプッシュするとこのぐらいの量が出て、これがね1回分の量です。このスポンジでワンプッシュをちょっとずつ取って、耳の下でプッシュ、こめかみでプッシュで、トン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 ってやってきます。で残ったスポンジで目の周り、あと首も耳からちょっとねこうリンパを流してあげる感じで、トン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 って鎖骨でプッシュプッシュプッシュ、トントントン、トントントン。続きましてシェーディングを入れます。シェーディングはこちら、アンドビーのコントアペン。こんな感じで結構ね濃い色なんですけど、細くてねとってもね描きやすいんです。これで思いっきりニンとで、人中をちょっと短く見せて若見えさせようと、ここね、ここもここも口が立体的になります。次にハイライトいきます。ハイライトはこちらのメイベリンの、フェイスストゥディオV フェイスデュオスティック02ミディアム。これこのね明るい色とシェーディングのね両方があって、とってもね便利なんです。この明るい方の色をこのね目の下の三角のところと T ゾーンと鼻のトップと、あとね唇の上のあたりと顎でしょ、あとここもねくの字に、これでちょっとね顔を中高に見せたいところに塗ります。濃い方はコントアペンでねもうシェーディングしてあるので、ちょっとねコントアペンが塗るのにもったい、たくさんで面積が多そうなところにちょっと塗っときます。お前も老人形にしてやろうか。シェーディングをぼかします。ぼかしちゃえばかなり自然になります。顔もね自然な立体感が出たでしょ。続きまして全体にうっすらパウダーをのせていきます。パウダーはこちらのバイタルローズ VR フェイスパウダー。パウダーにこんなねスポンジがついてるんですけど、私はもうねブラシで、こういうブラシでねもうふわふわっと顔全体にかけちゃいます。なんかねこのパウダーは楽天で 70% オフになってたので買ってみたんですけど、アコヤ貝のね真珠のパールでできていて、プラセンタも入ってるんですって。目のね周りとね眉毛のところは割とね粉をしっかりかけないとうまくね眉毛とかアイシャドウがかけないので、しっかり。そしたらいきなり頬紅に行きます。頬紅ねこちらのよいしょ、これメイベリンのマスターフラッシュクリエイターフラッシュキスバイト、なんかねもうね4年ぐらい使ってんのかな、全然減らない。で頬紅私ねすぐ忘れちゃうんで、忘れる前にもう思い出したらつけます。ちょっとね血色がねよく見えるようにほっぺの真ん中と、あとねこのとこくの字に入れて、顎の下にもちょっと入れてるか。そしたらブラシでもう
適当にちょっとねぼかしておきます。また後からねハイライトかけるんで多少色残っててもいいけどちょっとぼかしとく。続きまして、私が一番メイクで大事にしていること、ツヤいきます。ツヤはねこちらの&Bのグローハイライターを使っています。これクリーム状のハイライターになってまして、スポンジで取っていただいてこんな感じで T ゾーンとかほっぺの真ん中とかねトントントンってしてあげて、もうね本当に内側からね潤ってくる感じですっごく綺麗なツヤが出るんですけど、もうねツヤを入れないアラフィフの肌なんてハンチングかぶってないビギンと一緒ですからね。もうほんとツヤ大事。次にアイメイクやっていきます。まずはハイライトから。ハイライトは、こちらの、セザンヌシングルカラーアイシャドウ01番。私結構ね目のところに色素沈着が激しいんでハイライトで明るく見せます。眉毛はねこちらメイベリンのファッションブローパウダーインペンシル明るいブラウン。これ私みたいな真帆の眉毛でも穴が開かないんでねすごいお気に入り。これ反対側にねブラシもついてるんでちょっとねこうやってぼかしてあげて、あとねこの眉頭をなじませてあげます。眉マスカラはこちらのね&Bのアイブロウマスカラのブラウン、これをちょっとねこんな感じで毛があるところの色をぼかします。続きましてこちらのラブライナーリキッドのブラウンで涙袋の影を作っていきます。こうして目を細めてできた涙袋に影をつけていきます。続きましてこちらの、トゥークールフォースクールの、アートクラスバイロディンシェーディング、これであの顔全体にいろんなところに影をつけていきます。もうね全然ない感じですけど、こちらのね、まあ、影になるような猫色を使います。骨格に沿って入れる感じ、ノーズとでねこの辺りをしっかりねちょっと入れておかないと鼻が太く見えちゃうので、あとね彫りを出すために眉毛の下と、あこれ人中短くして唇立体感出して、目のくぼみにも私は割とねあの奥二重なのでくぼみもしっかり入れてしまいます。大きな筆でついでにもう一回ちょっとシェーディングもなぞっておきます。続きましてアイシャドウいきます。アイシャドウはこちら、コーセービセリシェグロッシーリッチアイズ N レッド06です。まずこのね薄いオレンジを使います。くぼみのねあたりから外に向かって眉毛の下の方に向かってぼかします。続きましてアイラインいきます。まずはケイトのスーパーシャープライナーのブラック、すごくね細くて描きやすいんです。これでねまつげの隙間を埋めていきます。目頭をからとね、こんな感じで、でこうね目尻に線をねと入れちゃいます。もうねここはね一気に引いちゃいます。こうね目頭までねしっかり入れる感じです。やっとちょっと顔っぽくなってきた。次に下まぶたは同じこちらのねメイベリンのハイパーシャープライナーのブラウン02を使います。黒目をね大きく見せたいんで黒目の真下に塗って目尻はね囲わないで外に流します。次にこちらのね濃いブラウンでさっきのねアイラインをぼかします。目尻に入れてもうねちょっと二重の線の上ぐらいまで塗ってアイラインをぼかしていきます。続きまして一旦涙袋いきます。涙袋はこちらのセザンヌトーンアップアイシャドウの02番を使っています。もうねこれね新しいのね買ってあるんでこんな色です。こちらのハイライトのカラーを、目頭側にこちらのねピンクベージュを目尻側に塗ります。そうしましたら、先ほどノーズシャドウを塗った、ブラシのシャドウの残りでもう一回涙袋に影を描いていきます。もうねブラシに残ったね残りでいいぐらい。そしたら一番最初に塗った、セザンヌのハイライトでこれを指に取って
まぶたの真ん中に入れて、これでね、目に立体感が出ます。続きまして、まつげ、じゃじゃじゃーん。これ磁石でつくまつげなんです。ミランアイラッシュピュアスイートっていう一番ね、ナチュラルなタイプを使っています。なんかこのね、ビューラーみたいな器具にこんな感じでセットして使うんですけど、いきますね。もうね、すぐついちゃうの。こんな感じで、すごい簡単。はい、両方つきました。このね、キャンメイクのアイライナーペンシルの、これはパールタイプ、これでちょっとね、ここの下ラインのね、上のあたりを白くして、あと下の粘膜のところを入れてあげると、目がね、大きく見えるので、こんな感じで。口紅は私はね、だいたいベージュピンクなら何でも、あんまりメーカーこだわらないんですけど、最近ね、見つけたのがね、このね、カオーソフィーナのオーブの美容液ルージュ、なんかね、地元のね、京林堂ってドラッグストアですごいセールになってたんで、ちょっと可愛い色だったんで買ってみました。で、これね、こんなくなってて、すごいね、美容液ルージュだけあって、すごくね、トゥルンってする。パッパッパ。口紅の後はこちらのね、リップアディクト、これをつけます。これをね、口がトゥルントゥルンになってふっくり、やっね、すごくね、どんな口紅もすごくね、こうリップアディクト塗るとね、トゥルンとしていいんですよね。仕上げはこちらのね、アルビオンのエクシアハイライト02、カラーがこんな感じのベージュピンクのハイライトです。 T ゾーンとの辺もね、もうね、さっきも言いましたけど、ツヤのないアラフィフの肌はハンチングかぶってないビギンと一緒なんでね、ツヤが大事です。カラコンはエバーカラーワンデーのナチュラルブラウンを使ってます。このね、度が違うんですけど、はい、カラコン入りました。やっといつもの感じになりました。やっぱね、すっぴんはきついですね。髪はね、このね、 N ドットのポリッシュオイルですね。で、これをなじませて、毛先とか揉み込むようにつけます。すごい、私ね、髪が今傷んでいて、白髪やだやだ。でもね、ポリッシュオイルつけると痛みがあんまりわからないので、本当に全てはなかったことにしてくれる素敵なオイル。前髪もね、根元つけちゃうとね、ペタってしちゃうんで、なんかね、髪洗ってない人みたいになっちゃうんで、毛先だけちょっとつけて、こう重さを出してうねりを防ぎます。どうかな、こんな感じで、はい、完成。じゃん、今から出勤なんで着替えてまいりました。今日のね、セージ色のワンピースにはこのピアスをコーディネートします。かわいいでしょ、これ。これね、大阪のね、メイグローブさんっていうブランドなんですけどね、うちのお店でも扱っていて、かわいいんです。こんな感じ。このね、かわいいポンポンのネックレスも、このブレスレットもメイグローブさん。全体のコーディネートはこんな感じ。これ全部うちの商品なんですよ。このワンピースに合わせた靴は、じゃじゃん、見えますか、サムループのサンダル。これもうね、うちのお店でも大人気で、私ね、色違いでね、3足大人買いしちゃいました。今から出勤するんで、マスクをつけます。マスクはね、これもね、うちのお店で作家さんに作ってもらってるんですけど、これかわいいでしょ。なんかちょっと今日はリボンとピアスがかぶっちゃったかな。ここがね、シャーリングでリボンになってるんです。ね、半分顔覆っちゃうんでね、可愛いマスクつけないとね。できた。それでは今日も張り切ってお仕事してきます。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけたら、いいねボタンとチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。
コメントも気軽にぜひしてください。それではまた。